田中豊幸は日本のベーシスト。神奈川県横浜市出身。青山学院大学経営学部経営学科中退。ザスクエア加入前は鳥山裕二のグループに在籍。1981年、同じく鳥山のグループに在籍していた清水英二と共にザスクエアに加入し、1986年、脱退。その後は渡辺まりなや渡辺町子。 アイハライサムのサポートバンドでリーダーを務めた後、1990年頃にバンドフィールドワークを結成。1991年にスラップアップスラップへと発展する。2004年から専門学校横浜ミュージックスクールの専任講師を務めている。好み区系派クラブのメンバーで結成されたバンド区系派クラブでもアルバムやライブなどでゲストとして参加。その後、 モトク系派クラブのメンバーを中心に2018年に結成されたハーティミュージッククラブバンドにも参加している。田中のライブの時の見せ場は、ザスクエアの曲であるジャパニーズソウルブラザーズベースソロ演奏時におけるジミヘンドリックスさながらのベースを頭上に担ぎ上げての背面弾きや前歯でベースの弦を加え上げて、プラッキングするパフォーマンスで監修を大いに沸かせていた。 ザ・スクエア在籍時、武道館でのイベントで演奏中に、ステージから飛び降りたという逸話がある。武道館のステージは非常に高くできており、危険なため飛び降りるミュージシャンはまずいない。1985年年末のザ・スクエア武道館ライブにおいて、泉博隆より武道館のステージから飛び降りたのは、ロッド・スチュワート・大友康平。 そして田中豊ただとこの逸話が紹介された。ちなみに舞台から飛び降りて演奏している様子は CBS ソニーから発売されたレーザーディスクドリームナイトスペシャルのリトルマーメイドにおいて確認できる。またザスクエア在席時にはライブにおいてシンセサイザーや電子ドラムも演奏していた。カピバラが好きとのことありがとうございます。